はい、皆さんこんにちは、シスです。トイックです。じゃあね、続き、魔法の鍵を手に入れ各地を巡れるようになった。まずはネルセン宿屋近くにあるバンデルフォン王国オア白の入り屋から、進んだクレイモラン、どっちがいい？バンデルフォン行こう。オッケー。理由は特にない。ここにさ、絶対入れない扉があった気がするんよ。ほら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 、夜に今ならホラゲーっぽいな。え、ホラゲー、ちょっとやめてやめてやめて。え、ここ開けた瞬間にお姉ちゃんがさ、包帯巻いたお姉ちゃんがさ、扉から、罠じゃないのこれ。いい BGM だ。今は BGM が聞こえてる。え、王子と姫の秘密とかいう、なんか やべえの見つけたけど、大丈夫？レシピブックだぞ。あ、なるほどね。やっぱこの BGM もさ、過去の名作のなんかなのかね。これドラクエ5だ。あ、5。あ、え、あっさり、来た、あっさり。え、嘘でしょ、こんなあっさり見つけちゃっていいの？やったわね。あ、え、あっさり。これ持って帰った方がさ、高く売れるんじゃない？ちょっと旅の資金にしたいな。あ、こっちは鍵じゃない。え、でも勇者文様が反応して、あー、開かないんだ。へえ、封印されし、なんとかのドラゴンみたいなやつかな。なんか遊戯王的な発想は何なんだ。右腕左腕みたいな。じゃあルーラーして、え、もうクレイモランでいいよね。これもドラクエ5の BGM だな。ああ、え、これトラウマ BGM。 お、5尽くしやん。やっぱドラクエ5のいてついた王国みたいな場所の音楽なんすかね。いてついた王国みたいなのはないけどな。でもなんか静かっぽい音楽だから。いや、この BGM 流れるタイミングは、うん、すさまじくトラウマになるタイミングだ。そうなの？ 5 で？おう、主人公の家族が皆殺しにされるとか。え、なんか、え、やばくない？やばくない？人が凍ってんだけど。共同だろ。こんなさ、何？避難とかしないでさ、普通に生活してる状態で凍ってるってやばくない？一瞬にして、嘘でしょ？どうなってるのこれ。街も人も全部凍ってるじゃない。ほらお姉様、やっぱり私の言った通り寒いから凍っちゃったんですよ。楽しそうだな。どういうこと？札幌じゃないぞここは。いやいや、いくら雪の都といえど寒さで街が全て凍るなどあるはずがない。そうだよ、だって普通にそんなだったら外出ないよみんな。いや、そもそもあれが本当に人なのか。いや、これ人でしょうよ。え、違うの？俺これ触ったらさ、触ったらパリンって言っちゃわない？大丈夫だろう。でもさ、言われてみたらさ、なんかさ、透明感ある気がしてきた。なんかそうだろう、中身ないだろう、全部壊そうぜ。本当にこれだ、壊した瞬間にさ、中身あったら俺人殺したぜ。大丈夫大丈夫、全部の彫像壊しとけば何も起きない。ん、これ戦ってない？本当だ、槍持ってる。何かモンスターが攻めてきて、雪かきだって。ラスボス、ラスボスのいてつく波動で、いてついた説が。ほら、いてつく波動だ。これは勇者なら使えるはずだ。え、勇者っていてつく波動使えんの？天空の剣でどうにかできる。これ犯人分かっちゃったじゃん、じゃあ。やっちゃったな。俺やん、俺やん、それ。勇者って一人しかいないでしょ。犯人俺やん。大体一人しかいないな。犯人俺やん。な、待て待て待て、みんな凍ってるだけでヒントがないんですけど。ドラクエの操作を忘れてしまっている。大問題だな。前回撮影3月ですからね。サボりすぎだろ。いや、トイ君が撮ろうって言わないから。トイ君さん、お前パワープロやってるだろ今。俺は知ってるんだぞ。いや、俺昨日買ったんだから、パワープロ。プレステ4つけたらさ、トイ君のパワープロを視聴しますかっていうのが出てさ。なんだそれ、やめてくれよ。いや、なんかでも、なんか視聴リクエスト送りますかって来てさ、お、これなんかトイックのパワープル見れんのかなと思ったけど、送んない。うわあ、俺なんか今人殺した。花と雪の女王に出てくるあいつを殺してしまった気がする。 VR で打撃練習してただけだと。え、 VR 対応してんの？
そうだぞ。あ、なんかさ、すげえでもさ、パワプロ売れてるって話を聞いた。おー、生きてる。おお、生き残りがいた。あ、お、こ、かわいいし。キャー。すみません、気づきませんでした。まさか旅の方が訪れるとは。まあそうですよね、鍵勝手に開けてきちゃいました。事情は、あ、俺ね、これこの人が犯人説あると思うわ。ひでえ。髪が緑じゃん。多分正体ドラゴン。マジで。うん、しかもこの髪綺麗だね、なんかね、ちょっと色がグラデーションかかってて。うん。何者かが突然、3ヶ月前、突然街の上空に現れた。そう、あの姿はまさしく魔女。魔女。鼻が曲がった。あのミンサガに出てくるようなオール。ちょっと会いに行こうぜ。早く。吹雪の中でなんでこの人だけ助かってんだ。本当にわかんねえ。なんとかした助けてあげたいけど、でもこの氷は私の呪文でも溶かせないわ。ちょっとベギラゴンで試してみよう。ベギラゴン炎の魔法じゃないでしょ。破壊しちゃうって。え、紋章がついてる。これ あれじゃないの。悪の紋章じゃない。バレてしまったか。ふふふ、勘のいいジジイは嫌いだ。クレイモランのジョーだった。全然怪しくなかった。いて当然だな。ということは先代の王はもう、はい、1年ほど前に亡くなった父から王位を継いだ矢先、町がこんなことに。私もうどうすればいいのか。なんか王族ここに集結しましたね。王族ばっかだ。この姉妹は王族じゃないんだっけ。なんだっけ、なんとか地方の聖地ラムダだっけ。あ、そうそう、聖地ラムダの王族。王族ではないかな。家宝のクレイモランに伝わるブルーオーブ、それを、奪いに来たわけですね。借りに来たって。返さないでしょ絶対。お城の中にありますので、氷を溶かさない限り中には。なるほど、どっちみちどうにかして氷を溶かさないとオーブは手に入らないってわけね。魔女じゃん。魔女を倒せばほら、凍ってない城壁のところを破壊して入ればいいんじゃないか。ベギラゴンで、うん、もう脳筋すぎるな。トイック。数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退治をお願いしたのですが、苦戦しているのか全然音沙汰がなくて。ほんと大丈夫？おー、なんか俺心当たりあるんだけど。どういうこと？心当たりあるんだけど、その支援部隊に。絶対さ、俺を追ってるやつらだろう。鉢合わせる気がする。いや、シスがいないところでわざわざ探索しないだろ。ほんとに？なんだっけ、あのさ、あの宰相みたいなやつ。ホメロス将軍？あれ将軍じゃない、ホメロスなんとか。ホメロスがいる気がする、俺。ホメロスがいる。そしてここでニヤッと。いや、お前なんかさ、最近さ、みんなに騙されてんじゃん、幼女とか。シス、誰も信用できなくなってきてるぞ。怪しいもん、かわいいもん、かわいいやつは疑えってさ、ドラクエの鉄板な気がしてきた。とりあえずミレシアンの森行くか。かわいいやつにはとりあえず騙されとけ。OK。俺この BGM 嫌いだから早く出ようぜ。ドラクエ5やってる人はこの BGM みんな嫌いなんだよ。そうなの？そういう場面で流れるの。あー、なんとなく分かってきた。 FF5 で言うとクルルのシーンとか。悲しいシーンというか不安になるシーンだ。不安になるシーン、まあ、なんか BGM そのものが不安をかきたてるような感じだけどね。仕事クビになりそうなんだけどとか、今月の手取り12万だったんだけどとか。シスの YouTuber としての未来が見えるな。不安すぎるわ。あ、なんかさ、円形闘技場がある。宿屋がある。魔女はどこだ。なんか不安を煽ることだけ言って詳細教えてくれないんだけど。危険な場所だから気をつけることだ。何が危険かを言えよ。まあ、雪の中の森だからな。とりあえずさ、あ、え、何？今人歩いてなかった。
人いるよ。本当だ。え、何？警備の人がいるってことは何が危ないの？わからん。あ、魔女と手下の魔獣がいるから危ないってことか。君ついてきてくれ。今どこから派遣されてるかって聞いた？ちゃんと教えてくんない？わあ、お前大事なところ読んでなかった今。スッと丸ボタン押しちゃった。もう一回所属を明らかにしてくれ。してくんね。いや、やっぱホメロスなんじゃないの？俺ホメロスの部下であんなやつ見たことある気がするわ。あー、いた。所属を明らかに。所属を、貴様、どこの国のもんだ。言えよ。お、なんか、え、これすごい、スーっていく。氷の上だからな。スイー。楽しい、スイー。なんかドラキこっち来てんぞ。スイー。楽しい。ドラキ飛んでるからお前できないだろう。羨ましいでか。楽しいんだな、これが。めっちゃたくさんいる。デルカダール。ほら、最初の時にリアクション取ってほしかった。ほら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 、ホメロスじゃないの？ホメロスじゃないの？最近見てないもん、ホメロス。あ、なんか後ろからやらかしたな。バックアタックだ。飛ぶスライムに襲われた。でも弱そうだよね。お、簡単に回避されてるんです。あ、ごめんちょっと花粉症かな、この時期のね。もうくしゃみと鼻水が。え、なんか、え、いつもかめっちゃ寝てるんだけど。寝てるよ。なんでなんで。さっき言っただろ俺が。ごめん、ちょっと今鼻かんでた。全体攻撃でじわじわ削られてるぞ。大丈夫大丈夫、見ろ。こっちにはね、なんとね、ベギラゴンもあるし、ベギラマもあるし、特技のなんと、あ、ど、え、ドラキーマってドラゴン、ドラ違うか。はい、何、どうだろう。ドラクエ5のドラキーはドラゴラも覚えてたから、ドラゴン属性持ってるかもしれん。確かになんかこの2人ドラゴンっぽい見た目をしている気が今してきた。兵士が宝を守ってる。なんか俺の顔に見覚えがあるとか言われたんだけど、気のせいじゃないかな。そうだな、この世界似てる人いっぱいいるからね。あ、プラチナだって。かなりプラチナ鉱石持ってる気がする。ただな、レベルが足りなくて結構ね作れないんですよね、防具を。なんかいいね。あ、俺これなんか見たことある気がする。こいつ有名じゃない？オークだ、オーク。あ、ちょっと待って、宝箱あるわ。こっちが優先。スルーしやがった。しょうがない、ちょっと豚をさ一発丸焼きにして温まろう。豚肉食うか。今日の餌だ。今日は豚丼だぞ。え、でもさ、こいつイノシシじゃない？あ、ちょ、もう瀕死じゃん。弱いな。弱すぎる。弱すぎるなぁ。イノシシ鍋だなぁ。え、完全にさ、ベギラマとかもったいない。美味しく焼けました。なんか色違いいんだけど。青い方はドラクエ5だと仲間になるんだぞ。え、ならんよな。このゲーム、仲間ならんからな。主人公が魔物使いって、ちょっと才能がないから。魔物使いが主人公って結構レアなパターンじゃない？かっこいいだろ。え、なんかすげえ吹雪になったんだけど、スカートが鉄壁のスカートすぎる。神よ、半袖なんだが。全体的にさ、俺らさ、雪山に来る格好じゃないよね。え？はぐれた。なに、聞いてない。え？やっちゃったな、シス。進んでいいの、これは。え、仲間いるんじゃないの？いない。あ、本当にいない。雪山ではぐれてしまったとき、どういう行動をとるのがベストなのか思い出すんだ。雪山ではぐれたときは、その場を動かない。よし、投資だな。違うの？そうでしょ、無駄な体力を使わないように、体温を下げず、吹雪が止むのを待つ。
でも今シザー突き進んでしまったぞ。突き進んだらさ、その先にいるのはさ、ムフォフォとかいうやつはもう魔女しかいないわ。え、違うし。え、ホメロスじゃない、ホメロスじゃない方だった。俺はモンスターを応援すればいいのかな、これは。それ人としてどうなん。いやでも敵なわけじゃないか。こう同士打ちして瀕死になった方を俺が叩く。同士打ちではない。いやー、これ三すくみの原理っていうのがあって、先に戦ったら負けるんですよ。ひでえ。おのれ魔女の手先め、手先ごときで苦戦しているお前に魔女を倒せるというのか。あ、バレた。お前は悪魔の子ムフォフォ弱っ。いや、隙を突かれたんだろ今のは。ゴリアテに笑われるぞお前そんな。あ、俺は助けんよ。なんでこっち来んのよ。シスちゃんと隠れとけよ。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。俺一人ムーンババ戦。